ボス、マザーベースに戻ってくれ。ボス、核が、すべての核が無力化された。こんな日が来るとは。だが、俺たちは忘れてはならない。確かに核兵器は廃絶された。しかしその技術がなくなることはないだろう。核なき世界が続くか否か、それは俺たち次第だ。核のない世界を維持するか、あるいは再び人類をあの世界に引き戻すか。これから俺たちは次の世代に伝えていかなければならない。あの時代の記憶と体験、罪を。子供たちが後世に渡り、俺たちの意志を継いでくれてこそ、俺たちは本当に勝利したと言えるのだ。ボス、核廃絶を成し遂げたという事実を俺たちは無駄にすべきではない。そのためにはもっと力が必要だ。核兵器製造の動きに目を光らせ、もし誰かが再び作ったとしても即座に無力化できるように。皮肉な話だがな。
ボス、あんたは言ってた。俺たちに明日はない。だが未来を夢見ることはできると。けれど俺たちが今を必死に生きようとするほど未来は遠くなっていった。もう生きてるうちには無理だろう。だからこそ今すぐに始めなければならない。いつか俺たちがいらなくなる。人を傷つける道具も、自分の中の鬼を捨てて今日よりいい明日を作る。それが俺たちの生きた証になる。そうだな、ボス。世界を維持していくのは核廃絶以上に難しそうだ。